皆さんこんにちは。さあ始まりました、 KCN 情報発信スタジオ、ケンスタ。この番組は生駒市にある KCN スタジオを情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。さあ皆さんのお手元にはもう届いたでしょうかね、ケーブルガイド7月を、まあ、いろいろ内容盛りだくさんでお届けしているわけなんですけども、はい、今回は特にライナーズページが熱いです、うん、そうなんです。さあ中見ていただきますと、選手紹介はクーパー選手でございます。クーパー、はい。さあそしてね、今年はワールドカップの年ということで、こちらのワールドカップ情報、さらにお家でできるストレッチも掲載されているということで、こちらライナーズのメディカルトレーナー監修ということなので、ぜひ皆さんもお家でこちらを参考にストレッチもなさってみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんチェックしてくださいよ。はい、ちなみにあのケースタページもございまして、うんうん、まあ、今回はですね、アニアンのなんと20年前の写真掲載されて、一言言うていいですか、うん、誰が興味あんねん。いや見たいと思うわみんな。ぜひ皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。はい、そしてですね、市川さん今回中継に行ってくれております。早速呼んでみましょうか、市川さん。妖精夏が胸を刺激する、生足魅惑のマーメイド。はい、ということで市川真由です。今日は大和高田市にやってきております。とっても暑いです、夏来たよという感じなんですけれども、今回はですね、主にサンダルの製造販売を手掛けているこちらの会社、株式会社川東履元商店さんにお邪魔しております。何やら会社の一部をリノベーションしましてですね、履物の文化を発信するという新拠点を作られたそうなんですよ。楽しみですね。後ほど詳しくご紹介いたします。市川さん、あのなんでその TM をチョイスした、はいはい、夏かなと思ってすごい夏らしいなと思って、ね、TM レボリューションにさせていただきました。ありがとうございます。今年一番の暑さというね、予報が出てまして、猛暑日の暑いですか。めちゃくちゃ暑いですね。じりじり来ていて、もう本当にあの風があるのがまだギリ救いっていう感じなんですけれども、とても暑いでございます。ああよかった。あのちなみにあのスタジオ涼しいですよ。そうなんです。なんやねそのアピール。でもこちらからね、熱いリポートをお届けしますので、楽しみに待っててください。はい、後ほどよろしくお願いします。暑い中頑張ってね、よろしくお願いします。さて今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますので、こちらをご覧ください。本日のおすすめはアンゲロニアのセレニータです。草丈の低いタイプなので寄せ植えに最適です。暑さに強く高温多湿な日本の夏でも元気に咲き続けてくれます。日光がよく当たる場所で育てましょう。基本的に半日以上日の当たる場所が適しています。夏の暑さには強いですが、冬の寒さは苦手ですので、花は10月頃まで楽しむことができます。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。乾燥に弱い性質がありますので、水切れには注意しましょう。花の期間が長く肥料を好みますので、開花中は肥料を切らさないようにしてください。ゆっくり効くタイプの置き型肥料を月に1回与えるか、10日に1回薄めた液体肥料を与えましょう。ラベンダーっぽいですよね、うん、小さいお花ぎゅって詰まってて可愛らしいですよね。グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗も扱っておられます。ご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さあ続いてはトピックスのコーナー参りましょうか。今朝では撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして、地域の話題をくまなく紹介します。まずはじめは季節のお花の話題です。ご覧ください。世界遺産に登録されている奈良市の元興寺で桔梗が咲き始めています。桔梗は秋の七草に数えられ、万葉集にも登場する花で、武家の家紋に使われるなど古くから日本で愛される植物の一つです。元興寺の桔梗は石仏の間に植えられているのが特徴です。
境内の坑道跡や礎石周辺、不都殿などで紫や白の綺麗な花を咲かせます。紫だけじゃなく白もあるんですね。これ珍しいんですかね。ねえ、綺麗ですよね。今年は例年より1週間ほど早い6月中旬からおよそ1000株が咲き始めたそうです。石仏と寄り添うように上品な花を咲かせる姿は風情を感じさせますよね。時折吹く風に揺れ境内を涼やかに彩る元興寺の帰郷は7月いっぱいまで楽しめます。さあ、この帰郷なんですけれども1989年に当時のご住職が植えられたのが始まりなんだそうです。さあ、この古い歴史を持つ元興寺なんですが、まあ、創建当時マスカ時代の屋根がですね、一部、うん、今も屋根瓦として使われているということで、はいはい、日本最古のね、そう、日本最古のね、うん、本格的寺院方興寺が前身ですからね、それだけ歴史があるんですね。さて、続いてはサッカー J3 奈良クラブの選手がサポーターと触れ合うイベントの様子です。ご覧ください。6月28日奈良市帯戸家地区で奈良クラブ農園田植えイベントが行われました。これは奈良クラブの選手が県内すべての市町村で地域の人々と交流する39市町村応援プロジェクトの一環として行われたものです。昨年に続き地元の萩原いちご農園の協力のもと奈良クラブ農園が開かれました。この日津波選手と集まった13人のサポーターは萩原さんに指導を受けながら田植え作業を行いました。水田の面積が田園には少し広いため津波選手が田植え機を使用、子どもたちを乗せて稲の苗を植えました。さあ、津波選手2年目ということもありまして操縦の腕前なかなかのもんでしょう。うまいですね。はい、もう農家もできます。この後選手とサポーターが横一列となりまして昔ながらの手植えも体験しました。まあ、時折ね雨が降るあいにくの天気でしたが大人も子供も泥だらけになりながら田植えを楽しんでいました、ね、この時はもうお母さんに怒られないぐらいドロドロ。稲刈りは11月に行われ収穫されたお米はフードバンクへの寄付や秋のイベントで使われる予定だそうです。まあ、今回植えたのはですね奈良県の代表的品種の日の光ということだったんですね、うんうんうん、で先月には津波選手さらには米坂選手高橋選手がサポーターとさつまいもの苗を埋めたそうですね。いろいろされてるんです ね、はい、さあ続いて廃校となった小学校のグランドピアノが商業施設に贈呈された話題です。ご覧ください。昨年の3月に廃校となった旧奈良市立神宮小学校で開校以来使われてきたグランドピアノが奈良市のイオンモール高野原に贈呈されました。6月30日には贈呈式が開かれ中川奈良市長は長年小学校で音楽を奏でたグランドピアノの第二の活躍に期待していますと挨拶。旧神宮小学校は1980年平城ニュータウン内に開校、しかし少子化の影響から近隣の小学校と統合されることとなり42年の歴史に幕を下ろしました。そこで体育館にあったグランドピアノを何とか残そうと関係者が奈良市に相談した結果イオンモール高野原でストリートピアノとして活用されることが決定しました。贈呈式の最後にはピアニストであり奈良市須作地区自治会連合会会長である佐久間泉さんが演奏を披露すると会場には美しい音色が響き渡りました。やっぱり神宮小学校の時よりもやっぱ数段良くなってます。
ホールのピアノぐらいちょっと鍵盤の弾き心地良かったですし、このピアノ自身がちょっと、強いって言いますか、型番的にね、長持ちする型番のピアノなので、それにしては非常にいいと思います。これいや、もう子供から大人まで結構みんな楽しく弾いてくれたらいいん違いますかね。このグランドピアノは今後来館者が自由に使えるストリートピアノとして2階広場に設置されるとのことです。さあ、演奏された佐久間さんなんですけれども、まあ、今回のグランドピアノを初めて演奏された時にですね、まあ、その音の良さに驚いたと、まあ、いろんな状態の悪いものもあるそうなんですけども、すごい状態が良かったと、グランドピアノ関係者の手によってピカピカにした状態で送られたそうですよ。なるほどね。ヨーグルトかならよく行くんでね、今度ね、ピアノを弾きたいと思います。あ、中井さん弾けるんですか？嘘つきました、弾けません。弾けない方もちょっと触ってみるのもいいかもしれないですね。さあ、そして最後ですね、いよいよ今週土曜日から開幕いたします高校野球奈良大会のお知らせです。7月8日から始まる奈良大会1、2回戦を生中継いたしますよ。第1試合開始の5分前から最大19時午後7時まで、放送は KCN ファミリーチャンネルにて放送です。なお開幕戦は西大和学園と法隆寺国際が対戦いたします。はい、ぜひ皆さんご覧ください。さあ、そして会場ではですね、はい、こちらの KCN うちは皆さんにご自由に撮っていただけるということですので、ぜひ皆さん会場これでね、仰ぎながら応援してください。ちっちゃくてコンパクトでいい感じですよ。風来るわ、応援してね。はい、以上トピックスのお知らせでした。 KCN 情報発信スタジオ、今朝まだまだ続きます。青いどこすごなら研究所。奈良にはすごいところがいっぱいありますよね、所長。ほんまやね。番組ではすごい奈良、略してすご奈良をたっぷりご紹介します。奈良ってすごい、奈良って面白い、奈良って素敵と思えるような奈良の魅力をたっぷり調査。番組を見た後には奈良ってこんなにすごいと自慢したくなること間違いなし。すご奈良研究所、お楽しみに。さあ、続いては奈良の気になるスポット、人物のことを奈良県出身リポーター奈良での目線で紹介します。ピックアップセナラのコーナーです。今回は履物の文化を発信する拠点を誕生させた会社について市川さんが紹介してくれます。早速読んでみましょうか。市川さん、ほんなら行こうか。ほんなら来た来たということで、会社の敷地の中にやってまいりました。さあ、ここからはですね、川東履物商店の代表川東さんにご紹介いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。川東さん、若いね。はい、お若い。ありがとうございます。ね、なんか代表っておっしゃるから、はい、もっとこうベテランな方かなと思ったら。あ、本当ですか。うん、はい、うちがずっと履物作りに携わってきてた家系でして、はいはい、僕で数えて4代目になります。うん、そうですか、はい、4代目、すごいですね。はい、歴史ありでございますけど、はい。ありがとうございます。さて、こちらの会社は、はい、具体的にどのような履物を作ってらっしゃるんですか。はい、履物って言ってもいろいろそうあると思うんですけど、うんうん、実は主にこういったサンダル、ヘップサンダルって呼ばれるサンダルを作っております。ヘップサンダル、ヘップって呼んでました。うちのおばあちゃんが履いてました。本当ですか。うん、懐かしいですね。はい、なんかつっかけとかもいいですね。いわゆるこうつっかけとか、うんうんうん、こう近所履きって呼ばれるようなサンダルを作っておりました。うんうん、なんかめっちゃ懐かしいです。はい、昭和の時代とかそういう時は、うんうん、一家に一足必ずあったようなサンダルですね。そうですよね。はい、スタジオの永井さん、近藤さん、いかがですか、ヘップサンダル。ね、僕らほんまにつっかけて呼んでて、ヘップサンダル名前知らなかったですが、うん、ただね、今もベランダにあります。あ、使われてるんですね。使われてます、昭和言われたらええよ見たけどでも私もおじいちゃん、うちのおじいちゃんトラオさんが履いてはりましたわ、このつっかけ。トラオいねや。そうそう、ね、もう今もうちの永井さん履いてるっていうことなんですけれども、はい、なんかちょっと私からすればちょっと懐かしいかなっていう感じがするんですけれども、うんうん、ね、はい、なぜこのヘップサンダルっていう名前、あんまり馴染みがないんですけど、はい、そう、あんまり聞き馴染みもしかしたらないと思うんですけども、うん、実はこれ語源がちょっと面白くて、はい、昔あった映画でローマの休日という映画があったんですけど、はいはいはい、その主演でオードリー・ヘップバーンさんが、うん、実はサンダル、ニュールを着用するシーンが劇中でありまして、はいはいはい、それを見た日本の人が親しみを込めてヘップバーンサンダル、ヘップサンダルっていう風になったっていうふうに言われています。オードリーヘップバーンが語源なんですか。そうなんです意外でしたね、はい、ヘップサンダルがまさかの、
それは知りませんでした、はい、さてさて今回履物の文化を発信していく新拠点というふうに伺ってきたんですけれども、はい、一体どのようなところになるんでしょうか。はい、そうです、ヘップランドというふうに僕ら呼んでおりまして、ヘップランド、はい、履物作り の, こうあの空間の雰囲気とか、うんうん、工場 の, あの雰囲気を感じていただきながら、うんうん、サンダルのお買い物とかあとは飲食なんかを楽しんでいただける場所にしようと思って作りました。すごい、ここにそんな施設があるんですか。そうなんです、もともと倉庫、うん、工場だけの空間だったんですけれども、はいはい、サンダルをお買い物いただけるように場所になっております。先ほどのヘップサンダルもここで販売をされている。はい、で先ほどの見ていただいたサンダルとはちょっと違っていて、うんうんうん、サンダルの需要も下がってきてしまっているっていう現実があるので、同じ製造背景、うん、工場を使ってデザインとか素材を見直して新しいブランドを立ち上げました。へー、はい、そうなんですね、はい、それがヘップというサンダルブランドでして、はい、新ブランドのサンダルをお買い物いただける場所になってます。それは楽しみです、はい、じゃあぜひぜひ見せてください。はい、じゃあご案内いたしますね、はい、いざヘップランド。はい、わかりました。ゴーゴー、ご案内しちゃいます。はい、いやなんかあれなんか足型がいっぱいある。そうなんです、はい、ね、ほんまや、はい、こちらですか。はい、ここの建物なんですけれども、はい、昔実はこの空間でおじいちゃんおばあちゃんが住居として使ってた場所にあります、うん、台所とかお風呂場がもともとあった場所なんですよね。でここの入り口に、はい、鏡を設けました、うん、鏡で、はい、新しいサンダルブランドのヘップのご試着、うん、フィッティングとしても機能するような鏡になっております。へえ、そうなんですね、はい、姿見あるといいですね。で、うん、でこの鏡実は扉に、うんなってまして中にお部屋が続いております。こうだったらこっから開けて入っていただきますので、これ引く感じですか、はい、じゃあ開けてみます。開け鏡ドド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 すげえ。あら、ちょっと待って、なになにこれ、お風呂やお前お風呂やなんでお風呂ですね。住んではったからか。ここ実はもともと本当に、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんがお風呂場として使ってた場所ですね。それを、はい、この新しいサンダルブランドのヘップの商品をディスプレイできる場所としてあえて空間を残して活用しております。いやでもなんかこの空間とこのサンダル、うんうん、すごく合いますね。そうなんですよ ね, ね本当に実際に使ってたその時代背景で、うんうん、この元々のヘップサンダルなんかも使われてたんじゃないかなと思って、すごく時代感と空間がマッチしてるんじゃないかなと思います。いや面白いですね、はい、すごい。で隣にもスペースがあるんですけど、はい、ちょっとねカメラさんこっちから入るより外側から回ってもらってもいいですか。そうですか、いいですか、お願いします。じゃあ私が窓を開けますね、はいはい、よろしいですか。3、2、1、ドン。お隣はお手洗いでした。はい、実は新設した新しいトイレになっております。はい、でこれトイレはいいんですけどこれは何ですか。あ、これ実は棍棒でして、手すりのような感じで、うん、利用していただく方に使っていてもらえるものになっております。あ、立ったりするときによっこいしょみたいなことですか。あ、そうです、ごめんなさい、ごめんなさい、ご自動で開くね、すげー、はい、トイレしないですね。そう、もともとこの棍棒はですね、宇陀で里山の保全なんかを活動されながら、うん、棍棒作家として活動されている東さんという方に特注で作っていただいた工房になります、はい、あ、面白いですね、はい、なんかこういう木が突然あるっていうのもちょっと面白いし、あとこのなんか壁にねスピーカー、これ掃除道具入れなんですけれども、はい、スピーカーをつけまして、はい、音楽が流れるようになってます、はい、あ、でもなんか曲が流れたらねちょっとこう一人の空間も充実しますし、ね、はい、音も俺も気にならないということですよ ね, すね、素晴らしいですね、うんうん、で、これ鏡はちょっと昔のものも使われていたりとかもして、なんかこう新しいものと古いものの融合っていうのがすごく分かりやすいなって、これがテーマなんだなというのが私分かってまいりましたよ。ありがとうございます、はい、じゃあではでは、はい、続いての施設をお願いいたします、はい、のじゃあショップの方にご案内いたします、はい、こちらはもう一般の方も自由に出入りしても構わない、はい、そうです、どなたでもお買い物、もちろんお手洗いもご利用いただけます。はい、ありがとうございます、はい、さあこちらは、はい、ここがのれんで奥がショップになっております。はい、なんか足型が可愛いですけどね、はい、じゃあのれんくぐってお邪魔します。のれんだ、やってる、失礼しますということで、でも入ってみたらこれ何ですか、何屋さんかさっぱりわからないですよ。案内みたいなのがあって、はい、靴箱もあって、はい、入り口下駄箱になってまして、はい、皆さんに早速サンダルを、はい、ご試着いただけるようになってます。よかったら、あ、すごい、あ、いいですか、はい、じゃあサンダル入ってんねや、なんか思ってるの
と違いますね、これ巣箱から出てくる、おしゃれやんこれ。やっぱり私の中でビニールのイメージがすごくあったんですけど、これビニールじゃないし、なんかちょっとこうスタイリッシュ、はい、スメとしてる。やっぱりもともと最初にお見せしたサンダルから素材とかデザインをアップデートしていて、このモデルはホテルというサンダルの名前になってます。で、ホテルで履いていただけるようなちょっとクリーンだったり、ちょっとシンプルなデザインをイメージして作ったす。ごいですね、なんか質感がいいですね、はい、で中に入らせていただきまして、これスナックかな。じゃあウイスキーロックで。あ、ロックで、はい、お願いします。飲むね。これなんかしはるんですか。そうなんですよ、ここの空間もまさにスナックを見立てたような空間にしていて、うん、ゆくゆくはイベントとか飲食を提供できるようなスペースにしたいなというふうに考えております、はい、でスナックがあって横にはちゃぶ台があって、はい、なんかちょっと小上がりがあったりとかして、はい、じゃあお邪魔しますよ言ってこうやって登ったりとかできる、はいはい、まさにそう、こういった感じで、小上がりを設けることによってサンダルの脱いだり履いたりする、そういったキラキラなんかをこう確かにね、はい、ね、より伝わるようにね、人来たわ、はいはいはい、言って出れるってことですね。そうです、そうですよね、ありがとうございます。いや面白いですね。でさらに奥には、はい、はい、奥ではですね、ショップにつながる動線になっていて、はい、壁面ではヘップの歩み展というヘップが出来上がるまでのストーリーをこう綴ったような展示を今行っております。素敵ですね、はい、もうこちらに来た方はね、じっくり読んで歴史を感じていただきたいなと思うんですけれども、はい、さてこちらは、ショップ、はい、はい、なります、はい、ヘップのサンダルですね、はい、今ある全てのラインナップが展示販売しております。10種類以上のサンダルの種類があります。なんかちょっとイメージが変わりますね。おしゃれやな、うん、ありがとうございます、すごくスタイリッシュ、ね、はい、おすすめってありますか。はい、そうなんですよ、このモデルですね、はい、ドライビングというモデルになるんですけれども、ドライビング、はい、はい、ちょっと特徴ありますか。はい、このストラップの部分が2通り後ろに倒すこともできたりとか、はいはい、でかかとがちょっとこう斜めになっているっていうのもデザインの特徴だったりしております。へえ、面白いですね、はい、ぜひぜひ。あ、いいですか、履いてみても。はい、よかったら履いてみてください。履かせていただきます。失礼します。これもね、スッとスッと、もちろん履いて、ね、いいわ、このなんかね、ちょっとしっとり重めな感じのソールとで、あとこのかかとの斜めのカットが、はい、これドライビングって運転のあれですよね。だからドライビングやろ。実はこれ、そうそう、そうなんですよ、30年前、40年前にタクシーの運転手さんがこぞって愛用してたサンダルになります、はいはい、これが元々あったサンダルですね。あ、そうそうそう、こんな感じでしたね、はい、これをモチーフにして、素材とかデザインを見直して、新たに生まれたサンダルがこちらのドライビングになります、おしゃれになってる、面白い、めっちゃいい、履き心地もいいですね。よかったです、ありがとうございます。いや、永井さん、近藤さん、ヘップサンダル、いろいろ変わってますよ、いかがですか。いやー、でもね、昔のつっかけからすごい進化したね、で、すごいおしゃれやからね、履いててこれ欲しいなってすごく思います、なんかつっかけとは読んじゃいけないような気になってきますけど、まあ、これからの季節にぴったりですよね。はい、ね、本当に。ということでね、駆け足でちょっと紹介してしまったんですが、こちらの営業案内お願いします。はい、ヘップランドなんですけれども、月曜日、水曜日、火曜日、午後1時から、あ、ごめんなさい、月水金ですね、はい、月水金で、午後1時から5時まで、敷地内に駐車場ございますので、ぜひお気軽にお越しください。はい、ということで今日はヘップランド、はい、大和高田市からお届けしました。オンラインショップでも購入ができますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。スタジオにお返しします。いや、すごい変遷あんね。今さ、なんか普通のさ、運動靴みたいな履くとさ、ちょっと暑そうな感じするのかな、こういうのめっちゃええよね。つっかけの概念変わりますね。欲しいわ、こうてきて、はい、さて、次回は次回はですね、夏休み直前、親子で楽しめる橿原市昆虫館について土方兄弟が紹介してくれます。以上、ピックアップザナラのコーナーでした。さて、続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネギニュースです。まずはベストショットからです。奈良市のマッツさんからいただきました。マッツ、はい、青空と木々の緑で気分爽快です。鹿の大公園でちょっとした森林浴を味わえました。前ね、天気はね、今日も暑いけどね、ちなみに鹿の大公園はね、花火とかも、ね、有名ですからね。ここもランニングコースですか。あ、いや、ここはちょっと遠いわはい、続いていこう。はい、奈良市の大木屋又七郎さんからです。本名
多分ね、そうやな。先日長谷寺を訪問した時、綺麗な紫陽花の写真を撮りました。長谷寺は嵐の坂の紫陽花が人気ですが、うん、人が多くベストショットを撮るのは難しいです。境内のあちこちに紫陽花が咲いていました。まあ、大和三大館のね、岡寺、長谷寺、坪坂寺の紫陽花回廊ね、これ有名なんですけれども、うん、実は7月3日月曜日で終わっちゃったんですよね。まあ、でもね、今も綺麗に咲いてますから。いいね、まあ、あのいろんな花が咲いててね、紫陽花はいいですよね。うん、はい、続いてメッセージいこうか。はい、メッセージ参りましょう。奈良市のどんぐりゅさんからいただきました。どんぐりゅ？どんぐりゅさんです。どんぐりじゃないんだ。はい。おしゃれや。奈良に引っ越してきて、奈良を好きになるための魅力的な情報満載で助かります。ありがとうございます。うん、これからも情報満載でお送りしますからね、はい、あのもしよかったらね、ここ行ってとか、あそこええでとか、うん、そういう情報いただいたら即行けますから、お待ちしております。よろしくお願いします。教えてください。もう一つ行こう。はい、天理市の下健さんからです。下健、はい、初めて応募します。下田健一とかなんかやろな、どうでしょうかね。いつも楽しく見ています。ありがとう下健。はい、永井さん、近藤さん、これからも応援しています。ありがとうございま す。こうやって嬉しいですよね、みんなでね、いろいろ言ってくれてね、うん、さあ、このようにどんどんといただきたい。はい、どんな写真でもOK ですので、皆さんのベストショットをどしどしお寄せください。オーバーケースタホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージもお待ちしています。ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製マカロン型付箋を、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。実はね、先日ね、東生駒まで来て声かけられました。はいはい、いつも見てますって、主婦 のベビーカーを押された方で、ね、子供もあのケースターポーズ好きなんですよ。子供の前でケースターってやったらめっちゃ眠そうでした。さあ、そういったところでどんどんご応募ください。お待ちしております。はい、さあ、ということで続いては、ね、プレゼントのコーナーを、ね、はい、行きましょうか。参りましょうか。プレゼントです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様にプレゼントいたします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見ご感想をご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。さあ、ケースタでは皆さんから情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人、あのお店、ネックニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、皆さんから情報お待ちしております。じゃあ、今一度呼んでみましょう。いちごさん。はい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 、ちょっと永井さん、近藤さん、聞いてください。こっちにもね、すごい施設があるんですよね。はい、ここもともと倉庫だった場所なんですけれども、はい、開けてみてください。開けますよ、いいですか。はい、オープン。ガラ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 、倉庫。え、何これ、何、え、ちょっと待って、倉庫やけどこれ、そうですね、ギャラリー的な感じですか。あの倉庫だった場所を一掃してギャラリーにしちゃいました。うん、今はね、こういう風に2つブースみたいに作ってますけど、これからどんどん展示は増えていくんですかね。いろんなアーティストさんとか作家さんに今後展示してもらいたいなというふうに思っております。いいですね、今後のヘップランドにも大注目ですね。はい、ということで、今日は小東さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。スタジオにお返しします。いや、この倉庫もね、なかなかやりにくいちゃおしゃれになりますよね。ヘップ履いてそこ行きたいですね。やっぱりあの4代目さん、お若いからそういう発想たくさんあるんでしょうね。うんうんうん、ぜひ今後も頑張ってください。ぜひ皆さんもチェックしてください。はい、さあ、それではですね、お別れはこのポーズでいきたいと思います。よかったら小東さんもよろしくお願いしますよ。それでは参りましょう。 KCL 情報発信スタジオ、ケンスター、また来週、さようなら。